ルルママ虫垂癌になったってよ。がんサバイバーになって初めての誕生日、先進医療と標準治療。冒頭の絵は夫リリンゴさんから誕生祝いにいただきました。この箸と箸置きは私の親族にもらいました。おいちゃんには高級なお寿司をご馳走になりました。誕生日は来ないかもしれないと思っていた昨年7月、がんと分かった8月、がんの知識ゼロ、抗がん剤1回目、あまりの副作用で二度とやりたくないと落ち込んだ9月、先進医療保険2000万円入っているから全額自己負担、1回300万円台の重粒子療法を受けたら楽して数回で治ると思っていました。今ならそれが無理なことだと分かります。たとえ重粒子療法をしたとしても抗がん剤治療は継続だそうです。保険が効く標準治療より保険が効かない先進医療の方が上だと思っていました。抗がん剤を含めた保険の効く標準治療はたくさんの臨床結果から効果が認められています。言うなれば日本最高のがん治療法なのです。来週火曜日から9クール目が始まります。このお寿司は抗がん剤治療が終わったら連れて行ってねと頼んでいました。こんなに早く食べられるなんて嬉しかったです。来年の誕生日にも行きたいですね。体重は2022年1月17日 40.6 キロ。最近のおすすめ動画は学生時代に合唱で聴いた曲を見ることです。第一三章モルダウ、野生の馬を聴くと体全体でリズムをとっていました。またね。